ということで、まあ、LTV をまあ最大化せよっていうね、まあ、話なんですけども、どうですかね、皆さん、LTV って、聞いたことあるよっていう方って、どれぐらいいらっしゃいます ?LTV 聞いたことありますっていう人。はい。あ、結構いらっしゃるかな。はい、ありがとうございます。だいたいまあ半分ぐらいかな。半分ぐらいの方は、まあ一回は聞いたことあるなっていう感じだと思うんですけども。なるほどですね。まあこれ簡単に言うと、まあライフタイムバリューの略ですね。LTV。で、まあライフっていうのはまあですね、まあライフタイム、まあ人生全体ですね。で、の価値っていうまあ意味なんですけど、まあライフタイムバリューって何かっていうと、まあ生涯かけて、まあ一人のお客様からどれだけ、まあたくさんお金をまあ払っていただけるのか、支払っていただくことができるのかっていうまあことですね。まあよくビジネスでは使われます。よくまあサブスクリプションモデルとかね、ネットフリックスとか、まあそういう月額課金ビジネスとかってよく使われたりするんですけども、皆さんにとってですね、まあこの理想のお客さんって、まあ、どういう人なのかっていうことをちょっとね考えていただきたいと思います。で、まあ理想のお客さんっていうとですね、まあいろいろな答えっていうのがあると思うんですけど、まあ例えばね理想のお客さんっていうと、まあ当然自分のね、求めていたターゲット像の人がちゃんと来てくれたとか、まあ自分のことをちゃんと慕ってくれるコミットなるお客さんに来てくれたとか、まあいろいろねそういった定義ってあると思うんですけど、このビジネス的に言う、理想のお客様っていうのはですね、何かというと。生涯かけて自社商品ですね。自分の、うちの会社だったら自社とか皆さんだったら自分の商品をずっと愛用してくれるお客様なんですよ。これが、まあ理想のお客様なわけですよね。まあ言ってしまえば、例えば、皆さんが、わかんないですけど、じゃあボールドをね、まあ洗剤売ってる洗剤会社の、じゃあ例えば社長さんだとしたら、ボールド1回しか使ってくれないお客さんよりも、それは毎月毎月ボールド継続購入してくれるお客さんの方が、それはまあ、ありがたいわけですよね。そうっていうイメージです。だから商品っていうのは基本的に一回まあ購入していただいたらはい終わりではないんですよ。まあよくね、まあ僕らみたいなビジネスとかオンラインコンテンツビジネスとか、まあコーチコンサルタント型のビジネスとかって、まあ飲食店とかね美容室系とかってリピートっていう発想はあるんだけども、僕らのようなビジネスってもう基本的に単発で終わるっていう風なね、思考が根付いちゃってるんですけど、それは違うんだよってことです。まあ何回も何回もね、継続してもらうってことが、これは非常に重要でして、これが売上の最大化につながるし、で、さらに言うと、利益も大きくなっていくということですね。で、その上でね、大事になってくるのが、まずこのお客様のフェーズを把握する、お客様のフェーズを把握する力っていうのが非常に重要になってきます。で、まあ僕らのね、ビジネスっていうと、まあこれね、よく言われるのが、見込み客であったりとか、お客様っていうのは、まあ段階に分けると5段階に分けられるんだよっていう話があります。5段階に分けられるっていうことですね。で、まあ、こちらにちょっとグラフ載せてるんですけども、まあ、これよく通販業界とかではね、よく言われる話なんですけど、まあ、基本的に、レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5ってなってくるわけですよ。で、まあ、一番下のお客さんはもう全くの無関心とかね、まあ、例えば皆さんが、例えばじゃあコーチングやってますとかね、まあ、街では花屋さんやってますとかね、化粧品売ってます。でも、あなたの商品全く興味ないですよっていう段階のレベルの人です。で、逆に、ちょっとここまで来ると、見込み客。まあ、この辺はどの辺かっていうと、まあ、皆さんの LINE アットにちょっと登録したあたりぐらいの人たちをイメージしていただければいいかなと思います。その人たちってのはここに当たります。まあ、あなたの商品、まあ、ちょっと興味あるけど、まだ購入までは至ってないなとかね、ちょっと買おうかどうか迷ってるなっていう段階の人がいます。まあ、この人は、ま、大体レベル2ぐらいのフェーズにいるっていうイメージですね。で、まあ、そっから、ま、ここにね、1% か 2% って書いてある。これはもちろん、業種、業態や単価によっても異なるんで、まあ、ここの数字はちょっと無視しておいていただければと思うんですけど、その上です。レベル3ぐらいになってくると、まあ、1回商品を購入していただけるわけですね。例えば皆さんとかであれば、まあ、単価20万円の商品を販売されている方とかね、まあ、単価によって人それぞれだと思うんですけど、1回商品を購入していただけた、そのお客さんっていうのはこのレベル3に当たります。で、そっから、例えば通常だったら飲食店とか病室っていうのは、そっからさらにまたね、また来週もラーメン食べに来てくれるとか、また来月も髪切りに来てくれるって、こうやってリピートを、いかにしてもらうかっていうね、思考で、まあ、店舗経営をね、されてる方とか、治療院の方とかは、この辺もちゃんと考えられてると思うんですけど、S もそうですね。だけど僕らみたいなコーチ、コンサルタント型ビジネスって、なかなかこっからここです。3から4が繋がりにくいんですよ。なんでかっていうと、まあ、そもそもリピートしてもらうっていう、あんま発想がないからっていうことなんですね。でもこれ実はやり方って実はいろいろありまして、例えばですね、これすごいのが、まあ、一回商品を例えば30万円でもいいですよ。別に10万円でもいいんですよ。商品を一回ご購入いただきましたお客様が、さらにね、例えばリピーターです。それが例えば、わかんないです。それが本当に月額制の、まあ、商品であってもいいと思いますし、まあ、うちの例えば昔生徒さんとかでもね、結構恋愛系のコンサルをしていて、まあ、それだけでもね、月300から500万ぐらいの、まあ、売上っていうのは収益は上がってた方なんですけども、それと同時
時にね、月1で、月1交流会みたいな形で、まあ、東京都内ね、まあ、今ちょっとコロナでもやってないみたいですけど、昔その、おしゃれなね、まあ、例えばデートで使えるお店を、まあ、月1ランチ街で、まあ、交流会も含めて、周りに行くツアーみたいな、なんか、のを企画して、それがまあ月額2,980円みたいなね、感じで打ち出して、そこでまあサブスクでも収益を図っていって、で、そこでね、仲良くなって、で、それでまあこれから例えばコンサルに興味がある人も例えばそこに来てもらって、そこでまあ信頼関係を構築していってから、さらにね、そこからも商品がさらに売れていくっていう、いいね、循環が生まれやすかったりするので、まあこういうね、リピート戦略を取っていくっていう、まあ発想ですよね。で、一番最後の上に来るのが、まあ、これがね、いわゆる、一番トップ層になります。もうこれは本当にもう全体のトップ1割から2割ぐらいですね。もう2割未満だと思っておいてください。これが、まあ、ファン、リピーターであり、さらに口コミしてくれる人っていうことなんですけど、業界ではこの人たちを何て言うかっていうと、ハイパーレスポンシブルって言ったりします。ハイパーレスポンシブルってね。はい。まあ、レスポンスって言っても、めちゃめちゃやっぱ反応が高いっていう意味なんですけど、このハイパーレスポンシブルの層、まあ、弊社のですね、うちの SYK の会社でも、やっぱりお得意様っていう方であったりとか、やっぱりもうずっとね、本当に3年前から弊社の商品はやっぱ愛用してくださってるね、お客様とか、まあ、たくさんいらっしゃるんですけども、まあ、皆さんもゆくゆくはこのハイパーレスポンシブっていうですね、そのお客様もですね、しっかりと、まあ、獲得ね、していっていただきたいと思います。で、このハイパーレスポンシブのお客さん、例えば、通販業界でもそうだし、これはまあ、学習塾とかね、まあ、教材販売の会社とかでもそうなんですけど、もうそこの会社が出す商品だったら全部買いますみたいなね。例えば化粧品で、まあ、わかんないですけど、まあ、例えば、じゃあディオールがすごい好きなんですっていう人だったら、もうディオールが出す化粧品だったらもう片っ端から買ってきますとかね、アイラッシュ片っ端から買ってきますみたいな人たまにいたりするわけですけど、まあ、そういうのもいわゆるディオールさんにとってはハイパーレスポンシブルなわけですよ。で、さらにそれを友達にもね、この化粧品めっちゃいいよってね、口コミを勝手にしてくれるわけですよね。もう口コミほどね、最強の広告媒体ってないので、まあで、皆さんの場合だったら、それが例えばアフィリエーターっていうね、立ち位置になったりします。例えば、皆さんがまあコンサルとかね、まあ、コーチングとかスクール授業、しています。で、その生徒さんが、今現在、ナウのですね、受講生様が、実際にこのスクールいいですよって言って結構お友達を連れてきてくれたりとか、まあ紹介してくれたりとかね、まあアフィリエイトという形で、まあうちの場合もね、当然紹介料っていうのは結構お支払いさせていただいたりしてるわけですけども、こういう形でどんどん皆さんの場合だったらアフィリエイターという形でね、成長していただくっていうことも可能になります。で、その結果紹介してもらえればしてもらえるだけ、自社としても売り上げも大きくなるし、ね、お互いウィンウィンな関係が築けるので、このハイパーレスポンシブの層っていうのをね、集めていくっていう発想をまず持ってビジネスをしていっていただきたいなというふうに思います。で、まあ、とはいってもね、まず、コーチコンサルタント型ビジネスで、まあ、一回例えば40万でもいいし、30万でも10万円でも一回商品を、売りました。で、買っていただいたお客様からどういう風にして、まあ、リピートにつなげていくのかっていう、まあ、話になるんですけど、まあ、やり方はいろいろあります。で、皆さんの場合だったら、まずは、本当にもうサブスクリプションモデルっていうのが一番やっぱハードルが低いし、そしてお客さん満足度がやっぱ高いやり方になります。で、サブスクって、ま、簡単に言うとも月額課金と思っておいてください。で、例えば、通常だったらね、50万円の、例えば、バックエンドの商品を持ってます。で、それを購入いただいた方にも、例えば、その次のステップとしてね、まあ、例えばわかんないですけど、人によってはまあ月額3万で、特別コミュニティをやられてたりとか、そのコミュニティでは例えばね、月1食事会ついてたりとかっていう、やってる方もいらっしゃいますし、で、サブスクって何がいいかっていうと、月3万円のストック収入が入ってくるから、それが例えば10人いるだけで、例えば3万円の会費かける10人で30万円は毎月安定して入ってくるわけですよ。ってなると、もし例えば、まあ、セミナーとか営業で、まあ、絶対ってことはないわけですから、ちょっとしくじってですね、全然売れなかった今月ってなっても、収入がゼロ、売り上げがゼロになるってことはないわけですよ。ストックでちゃんと入ってくるからっていう、まあ、精神的なね、まあ、安全、安心面っていうところになりますので、まあ、そのフロー型ってね、単発ドカンっていう収入だけじゃなくて、ちゃんとそのストック型の、まあ、サブスクの、まあ、収入っていうのを作っていくっていう意味でもね、コーチコンサル系とかね、オンラインビジネスをしてる方はぜひこのサブスクモデルってですね、こういう、まあ、月額いくらみたいな、まあ、うちも結構やってます。まあ、うちも、結構 SYK オンラインカレッジとかはですね、まあ、今、どれくらいのか、まあ、700人ぐらいかな、700、800人ぐらい今いるんですけども、こういう形でね、まあ、リピートの方をどんどん、獲得していくということをね、ぜひやっていただけたらいいかなというふうに思います。はい。で、まあ、ここがですね、次、まあ、バックエンド売らないのは罪っていう話、まあ、これ以前ちらっとさせていただいたと思うんですけど、お客様っていうのは、まあ、日々ね、成長していると、まあ、思っておいてください。お客様というのは、成長してます。皆さんだけじゃなくてお客さんも、成長している。例えば、まあ、ライザップさんとかいい例えですけども、ライザップって基本的に今ダイエット系が、まあ、強い会社じゃないですか。ダイエット系が強い。だから最初はまあライザップで50万払って痩せました。
で脂肪として、まあ、細くなった。でも今度はお客さん成長してるから、中にはね、いやもうちょっと筋肉つけたいなとかね、ちょっとムキムキになりたいなっていう、今度新しい悩みが出てくるわけですよ。もう人間やっぱ悩みが尽きないわけですからね。だったら今度はそのまあ筋肉改造トレーニングプログラムコースみたいなね、まあそういうのが実際あるのかわかんないですけど、そういうのがあったりとか、僕は昔行ってたジムとかはね、1ヶ月で9万8000円のパッケージプランでそういうのがありました。であったりとか、あとはさらにそのお客様の悩みのフェーズに合わせて、まあイメージとしては例えば、英会話教室とかだったらね、まあ最初に英単語と文法を学習するまず初級編のコース、これをまず受講いただけます。でその次に今度ある程度基礎ができてから中級編で英会話を実演トレーニングしていくっていう中級編のコースにグレードアップしていきまして、で一番上ではでここまでで、ね、満足する人もいます。まあこの一度にクリアすれば、まあ、海外旅行でも結構ね、ペラペラコミュニケーション取れるようにはなるんですけども、さらに一番上、今度さらに英語を使って収入を上げていきたいとか、英会話コーチになりたいとか、英語を使ってビジネスしていきたいね、やり取りしていきたいっていう方向けのビジネス用英会話っていう上級のプログレスコースとかね、まあ、こういう形でどんどんグレードアップしていってもらって、お客さんもねちょっとずつ段階をクリアして、で今度また新しいニーズを満たしてあげる、そういう商品を作ってあげる、後ろそういうコースを用意してあげるっていうのが、まあ、教育事業ですと、まあ、僕は思うわけですね。教育事業であると、はい、いうことです。だから皆さんの場合とかだったら、例えばまず、どういうねコンサルタントも人それぞれ違うと思うんですけど、まあ、基本編をまず学ぶコースと、そこからさらに応用編のテクニックを学ぶコース、まあ、うちの場合とかだったら、まあ、基礎とかね一番のね土台となるところを固めるのが、まあ、月額例えば今だったら980円の SYK オンラインカレッジだったりするわけですね。まあ、うちの場合はね、まあ、ここの部分がちょっとサブスクにしてるわけですけども、で、応用編のテクニックが、このソーシャル、集客学科ですね。うちのソーシャル、今、皆さんが受けていただいてる、ここに当たります。で、まあ、より個別性の高い指導で、まあ、軌道修正を重ねていくっていうですね、まあ、上級編のね、一応コースっていうのもあります。っていうように、皆さんもどんどんですね、この、まあ、バックエンドとなるようなね、お客さんのフェーズに合わせた商品と用意していただくっていうのがすごいいいかなと思います。まあ、うちの場合は、まあ、上級のコースで言うと、今までだったらね、まあ、3ヶ月で320万プラス税のね、特別コンサルとかもうちは企業コンサルですね、まあ、やってたんですけど、今もそれほとんど受け付けてなくて、逆に今月額9万8000円のですね、まあ、マスターマインドコンサルティングって、もちろん共同代表の私、北野と、山崎の2人からですね、まあ、少数精鋭のね、ズームでより、個別性の高い少数グルコンのですね、まあ、軌道修正を行っていく、まあ、マーケティングコンサルティングって、まあ、月額9万8000円のマスターマインドっていうのがあるんですけど、まあ、一応そういうのもあります。まあ、興味ある方ね、興味ある方はぜひ、まあ、聞いていただきたらいいかなと思うんですけど、まあ、一応ありますよと、まあ、いう感じですね。っていうように、まあ、お客様のフェーズに合わせたサービス提供こそが、お客様満足度の向上、そしてお客様がステップバイステップで、悩みを解決できるような架け橋を作っていくということになります。これが本当に教育事業者としての僕は基本精神だと思います。で、やっぱね、中にいらっしゃるんですよ。自分が例えば伝えたいことを、全て例えば何て言うんですかね、ひっくるめて基本編、中級編、応用編を全部一つのパッケージにまとめて、それで例えば中にはいます。例えば200万ぐらいのね、価値があるから200万ぐらいで売っていきたいっていう人もたまにいらっしゃるんですけども、それだとね、まあ、価格が高騰しすぎちゃってお客様は逆に買いたくても買えないっていう状況になったりとか、逆に内容詰め込みすぎて半年間でそれだけの内容って頭パンクしちゃうよっていう風になって、逆に逆効果になっちゃう。吸収できなかったら意味ないんで、それよりはまずはステップバイステップで商品ラインナップ数をまずは分割して、それでお客様が、しっかりとね学びやすいように、カリキュラムを作っていくというのがですね一番いいかなと思います。で最後のポイントとしては、まず1個のポイントが、まあ、そういう LTV を伸ばす戦略を考えること。で2つ目は、このレベルに応じた商品ラインナップ数をやっぱ増やしていくべきところですね。で商品ラインナップ数がもう売り上げを底上げする、これは本当に皆さんにも当てはまる話だと思います。例えばゆくゆく年商1000万から3000万ぐらいを目指していきたいっていう方っていらっしゃいます？ゆくゆく、まあ、今すでに行ってるって方もそうだし、ゆくゆくは年商1000万以上行きたいよという人、はい、ありがとうございます。まあ結構多いと思うんですね。で、まあ、ぶっちゃけ年商1000万以上とかであれば、まあ、1つの商品だけでも全然狙えます。全然狙えたりはするんだけども、1000万、まあ、2000万以上ってなってくると、なかなか例えば1つのコンサルだけで2000万って結構難しかったりするわけですよ。だから逆に年商で3000万から1億とかね、ゆくゆくもし狙っていきたいよという場合とかだったら、3000万の売り上げが年間上がる事業を3個持ってたらそれで1億いくわけですよ。だから1個の事業で1億とかって絶対無理なんで、うちとかもだって4つとか、今7つぐらいかな、7つぐらい事業動いてて、それでまあ年間でだいたい3億数千万っていうぐらいまで来てるっていう感じなので、商品ラインナップスですね、結論。
で、例えば、今ね、よく多いですよね、最近。例えば、企業支援向けコンサルティングとかやってる方多いですけど、それも例えば、これから起業したい人属性に向けた、商品を一つ作るのと、あとすでに起業している人に向けた集客コンサルティングとか、これを二つ分けてね、やった方が、両方のパイをね、同時に取っていけるので、むしろ売上も上がりやすいし、売りやすかったりするとかね。そういった話がいろいろあったりするので、これはゆくゆくではあるんですけど、商品ラインナップ数は多ければ多い方がいいということですね。年間2000万の事業が5個あれば1億。こういうちょっと発想を持っていただければと思います。で、もし、今自分の売ってる商品でどうしても年商1000万いきたいけども、どうしても今の商品だけでは1000万いきそうにないっていうんだったら、場合によっては、例えば、今の高額な販売してる商品だけじゃなくて、低単価のね、本当に3万円の商品とか、それこそ月額1万のサブスクのモデルとかも作りながら、ラインナップ数を徐々に増やしていって、そしてね、まずはちょっとテストで販売してみて、需要があるのかどうなのかっていうところを確認しながらですね、ビジネスを進めていっていただくというのがね、すごいいいんじゃないかなというふうに思います。